そしてこちらがですね、マツコデラックスいます。1日に6食食べるというね、ちょっと食いしん坊な18歳。何の魅力を出したいの？18歳。はい、嘘よ。嘘なのこれ？ちょっとだけ、ちょっとだけね、さまよんだのね。とりあえず平均体重が130キロということになったから。平均体重って、私一人だから一人に平均ねえだろ。行ったり来たりしてんでしょ。はい、マツコね。あ、アベレージは130キロだったの。130キロだった。なるほど。ちょっとお待ちください、意見を聞きたいと思いますね。マリコデラックスさん。マリコじゃない、マツコ。あ、マツコデラックス。すいません、それのこだわりがあるからね。え、新聞は古いと申しましたけども、うん、それはどういう新聞もね、はいはい、そうね、なくちゃいけないと思うね。もうね、はい、そうだよ、親父くん。でもね、もうインターネットとかね、ね、会話つまるつまるよね。ちょっと、まあ、ちょっと、まあ、まあ、ちょっと、ちょっと、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと順番に意見を聞きましょう。ちょっと、そうやってすぐにね、あんた人の話へし折ることしかね、もうできないのよ。新しい自分からこう何か想像することはもうできないの。黙れ、油。油というのはひどいな、ちょっと油というのはちょっとひどいから、うん、そうやってね、もう体責めてるだけでもうね、そうだね、今のは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